1番に戻って脇谷、3回目のバッターボックスです。今日ヒットなし、ピッチャーゴロにセカンドゴロ。粘ることができます脇谷です。右方向です。これは右中間にヒットを取って、おっと抜けました。目測をちょっと誤ったか、ツーベースになりました。また1点追加、3対2ライオンズ勝ち越し。センター柳田追いつくかなと思ったんですがね。そうですね、はい、ちょうど打球自体がセンターとライトの真ん中ですかね。そうですね、まあ、いつものドーム球場でしたらね、そうでしたね、守備のいいこの柳田追いつくかなと思ったんですが、この打球ですがちょっと無理ですか。ちょっと無理でしょうね。そうですか、その上を越えていきました。まあ、したがってグラブに当たってないですもんね。当たってないですね。ですよね、完全に抜かれた形で、あと若干風にね、あのボールが追い風となって伸びたかもしれませんし ね、はい、ですね。これも三遊間抜けました。ランナーは突っ込んできて4点目が入った。一気加勢に攻めてまいります。ライオンズ4対2。セッツが打たれました。この回3点を失っております。4対2。ライオンズの打線が、まあ、こういう言い方は失礼なんですが、久しぶりにつながってますね。いや、いいですね、はい、やはりしっかりと各バッターが自分のバッティングですね、やっぱりしぶとく逆方向逆方向ですよ。そうですね、ポンポンポンと手を叩きました。ライオンズの先発の岸エース、